那須なだれ事故は2017年3月27日に栃木県那須郡那須町の那須温泉ファミリースキー場付近で発生したなだれ事故。春山登山講習会に参加していた高校の生徒、教員らを巻き込み生徒7人と引率教員1人の計8人が死亡した。2000年以降に日本で起きたなだれ事故としては犠牲者が最大。 2017年3月25日から2泊3日の日程で、栃木県内の山岳部のある7つの高校の生徒、教員らが合同で、栃木県高等学校体育連盟が主催し、登山専門部が主管する、春山登山安全講習会に参加していた。講習会3日目の3月27日午前8時頃、雪中歩行のラッセル訓練を開始。約30分後に、 雪崩が発生し、雪崩の直撃を受けた48名のうち、栃木県立大田原高等学校の生徒及び、引卒教員計8名が死亡した。1950年12月30日、谷川学を登山中の、栃木県立佐野高等学校山学部員11名が、雪崩に巻き込まれ、生徒教員計5名が死亡した事故を踏まえ、登山知識と登山技術を向上させ、 自己防止を目的に1958年5月に栃木県康大連と山岳連盟の共催で第1回融雪期安全登山講習会が始まりで当初は不定期だったが1964年3月より定期的に那須だけで開催されるようになった2017年は初日に那須塩原市内で開講式と座学2日目に実技講習として 判別の雪上訓練をしスキー場隣接の小丸山園地でテントパック3日目にチャウスだけ登山し午後に解散予定だった。講習会全体の責任者は登山専門部会の委員長が務めスキー場近くの旅館に本部が置かれた。本来計画のチャウスだけ登山は参加校別に行動する予定だったが計画変更により前日の実技講習の 犯行生のまま行うこととなった。だれに巻き込まれた二犯講師が無線で本部の委員長を呼び出したが、委員長からの応答はなかった。無線のやり取りを聞いた五犯講師が、ゲレンデからスキー場のセンターハウスへ下山しつつ、無線で二犯講師に指示を仰ぐと、本部へ行き、だれ発生の報告と救助を要請するよう伝えると、指示を受け、本部まで10分ほど歩いて移動し、 駐車場にいた委員長へだれ発生を報告、委員長が午前9時20分に消防と警察へ通報した。通報はだれ発生から約40分後であった。スキー場付近には携帯電話の基地局もあり、携帯電話の電波状態は良好であったが、現場から講習会参加者による携帯電話での通報や委員長への連絡は行われなかった。 訓練中は携帯電話を預かっていたために通報が遅れたという噂も出ているが、真相は定かではない。午前9時33分那須地区消防本部から救助隊13名が出動した。那須山岳救助隊2名、消防の救助隊3名、警察官4名からなる救助隊が、雪崩事故現場に到着したのは午前11時45分で、通報から2時間30分経過後、 なだれ発生からは3時間2分が経過していた。救助隊到着までに十2名が講習会参加者によって救出されたが、半数は心肺停止状態だった。2010年3月27日、付近で開催の春山安全登山講習会中になだれが発生し、参加生徒数名が巻き込まれた。なだれ自体は、 自然発生したものか、人為的要因によって発生したものか、検証委員会及び、国立の防災科学研究所、いずれの調査でも言及されていない。しかし、訓練前日の積雪0センチメートルから、訓練当日までに流れ発生の危険性がある、高さまで積雪量があったにもかかわらず、大田原高校を担当する講師が、訓練続行を決定した。また、 委員長が旅館で無線をつけておらずに反抗士からの呼びかけに応じなかったため通報までに多大な時間を消費した。一連の事故がこの二人によって発生した人為的な災害であることは不特定多数の人間から見ても間違いないことであり、上記内容が事故発生要因である可能性が極めて高いと言える。また部活動中の事故で生徒が巻き込まれたことに関して 学校側や教職員、関係者の責任を問う声が上がっている。なお、栃木県が設置した、那須ナダ事故の検証委員会は、設置要項に責任追及は行わないと明記されており、そのため調査報告書では、教員の責任は追及されていない。事故の当日、周辺には大雪注意報が発令されていた。高校側は行う。 予定の訓練内容を一部変更していたが、屋外に出て、活動していた際にだれに巻き込まれたため関係者の責任が問われ、栃木県警察が業務上過失致死傷容疑で捜査を行った。2019年3月8日、栃木県警は8人の死亡、5人の傷害の疑いで、訓練の計画変更の判断を行ったとされる3人の共有について、 業務上過失致死傷の罪で検察に書類送検した。厳重処分の意見が付与されたとみられる。3人は事故当日の朝、天候などを踏まえ、登山講習会の内容をなすだけ登山から、雪上歩行訓練に変更。現場近くのロッジ前で打ち合わせを行い、最終決定したとされる。県警は現場を覆った、新設、雪崩注意報、雪崩が起きやすい。 急斜面などを総合的に判断し、雪山経験のある3人に、雪崩の危険の予見は可能だったと判断した。また訓練の行動範囲について、3人が雪崩の危険がない安全な場所での実施を指定せず、漫然と決めていたことを踏まえ、雪崩を回避する義務を怠ったと判断した。県警は計画変更時の決定をめぐる過失を重視しており、 生徒を引率した別の教諭らについては刑事責任を追求する過失はないと明言した。栃木県教育委員会は安全への配慮が欠如していたとして2018年3月19日付で委員長と一般講師を停職5ヶ月、二般講師を停職3ヶ月の懲戒処分とした。ありがとうございます。